今日なんですけども、はい、政治家主法廷所の大田区担当の片桐志明さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとプライベートな質問をさせてもらいたいんですけども、はい、最初は質問なんですけども、はい、片桐さんは夢って何かありますか？夢、大田区はですね、ブラック校則があったり、母子手当の話をしに行ったら、もう年収とか何も聞かれずに話を聞いてもらえなかったり、ちょっと住みにくいと言ったら失礼なんですけど、改善できる点が多々あるなと思いまして、より住みやすい街にしたいと思っております。これが私の夢です。ちなみに今日ブラック校則のアピールということで、今日制服姿で、はい、初めて履きました。結構ブラック校則っていうのは中学校とかでも結構あるんですか？ありますね。私中学生の時にスカートの下に黒い短パンを履いてたら脱ぐように言われて、制服っていうのは全員同じ格好しなければいけないから、違うものは脱げと言われて脱がされたっていうことがあって、で調べてみたら大田区は半分以上の学校で下着の色の指定があったんですね。下着の色が違ったりとか、髪がなんかね、茶色の方もいらっしゃるじゃないですか。今国際結婚とか増えてるから、どんどんね、目の色とか肌の色とか髪の色とか変わってきているのにもかかわらず、それを強制させるっていうのは、ね、個人のアイデンティティを否定することになるし、自信を喪失させることだと思うので、そういうもう古い法則はぶっ壊していきたいです。ありがとうございます。片桐さんは周りの人からどんな人とよく言われますか？どんな人？ちょっとふざけてる人だと思われるみたいですちょっと天然っていうのもある。なんか私にとっての常識はみんなにとっての常識じゃないみたい今趣味とかって何かありますか？趣味はそうですね、コスプレコスプレが好きです。今日もじゃあそのコスプレの一環でブラック放送のアピールで制服姿で、はい、これ自前の制服なんです。自前ですありがとうございます。好きなスポーツは何ですか？好きなスポーツ、野球が好きなんですけどバッティングセンターで人差し指と親指を骨折してから以降やってないので見る線なんですけど野球が好きです。ちなみに、好きなチームは野球であります？日ハム。北海道に行きます。北海道生まれですか？北海道生まれです。好きな食べ物？好きな食べ物、はい、そうですね、お肉が好きです。ちなみに料理はするんですか？料理はします。得意料理は何かあります？でも昔メイド喫茶で働いててオムライス作るのが好きです。今も結構自炊で手作りで結構普段やってます。それはちょっと子供が生まれてからなかなかちょっとできなくて、今はもうお惣菜だったり納豆をただ混ぜて食べるとかできてないです。ありがとうございます。よく聞く音楽って何かありますか？よく聞く音楽はアニメソングをよく聞きます。アニソンが結構全般的ですか？はい。じゃあジャンルとかもアニソンですか？アニソンが好きですね。ちなみに好きなアーティストって何かあります？リサさんです。リサさんはもう鬼滅の刃で武道館に行ったりとか、はい、ライブ行ったりしてます。じゃあ結構武道館リサとも頻繁に行ってるっていう感じですね。リサさんに関してリサさん、むしろリサさんしか行ってない感じですか？片桐さんでも宝物は何か？宝物は娘ですよ。これはもう愚問でしたね。すみません、当たり前です。じゃあ今ちょっと政治活動で楽しいことって現段階で何ですか？楽しいこと、でも結構いいお声かけというか、なんか帰んなよとか、もう子供かわいそうだよとか言う方もいるんですけど、お母さん頑張ってるねって言ってくれたり、これからは女性も頑張っていかないとねとか声をかけていただけるとすごい力になります。嬉しいです。逆にちょっと辛いこと大変なことって何ですか？辛いことそうですね、直接はあんまりないんですけど、ツイッターのリプとかで一番ひどいなって思ったのは消え失せろそういうなんて言うんですかね、なんか何も見ずに
どうせ落ちるんだからとか書いてくる方がいらっしゃるので、そういうのはちょっと気がめいっちゃいますよね。じゃあ最後になるんですけども、有権者の皆さんに一言お願いします。はい、私28歳で政治家になろうとしております。まだまだ未熟者で、皆様こんな子に任せられるかと思うかもしれないんですけれども、今 の, あの大田区の女性比率23区で一番低いです。しかもあの平均年齢も52歳と、あと10年後には年金をもらう方々が今あの大田区議会を回しております。20代30代40代のそういうね、働き盛りの意見も取り入れていくべきだと私は思いますので、ぜひ畑内明を見ていて見守っていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。本日は大田区担当の畑内明さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。